茶の本は、岡倉天心の著書。原文は英語。日本の茶道を欧米に紹介する目的で、1906年、米国ボストン美術館で中国、日本美術部長を務めていた天心が、ニューヨークの出版社から刊行した。茶道を仏教、道教、華道との関わりから広く捉え、日本人の美意識や文化を解説している。 天津没後の1929年に翻訳された。役者は天津の弟である岡倉義三郎の弟子である村岡宏。ニ戸ベイナの武士道と並んで明治期に日本人が英語で書いた著書として重要である。ジャポニズムや日露戦争における勝利によって日本への関心が高まったヨーロッパ各国でも翻訳された。世界的な名著を集めた。 ペンギンブックス総書にも2016年に加えられた。翻訳も岩波文庫版が118冊56万部に達し、田中仙道が解説書、岡倉天心、茶の本を読むを表している。岡倉天心にとって茶の本は、現在を永遠とするための美の教典である。また、岡倉が最後に執筆したオペラ台本、百コは、茶の本には、 東洋と西洋を暗示する二匹の竜が玉を争う場面が描かれており、東洋と西洋が理解し合い、世界が調和することを願った、岡倉の白鳥の歌である。ありがとうございます。